よろしくお願いします。ご紹介しましょうか、見た目は大人、貯金は子供、高倉涼です。大丈夫心配だけど、そして見た目は見た目、気にすんな、よろしくお願いします。要は、ね、中身ですからね、本当にね、まあ、ね、12月にもうちょいでなりますからね、12月になるとやっぱ年末ですから、いろんなもの発表されるんじゃないですか、アスカがまたやっちゃったって、ね、それじゃない、発表しちゃったか、ね、それ発表2回目でね、逮捕なるんじゃないかみたいな感じで、なんかね、新曲発表するみたいなね、こと言ってたんですよ、ね、12月に YouTube で新曲発表するって言ってたんですよ、ね、新曲聴きたかったんですよね、アスカの YouTube のね、思いっきりピコ太郎に寄せてきたりして、寄せないよ、まあ、YouTube だから、I have a drug 持ってちゃダメだよ、バカ野郎12月になったら発表されるものね、流行語大賞のノミネート30、ね、もうそんな時期ですよね、本当に去年ね、大賞取ったのがシェシェシェのシェってやつ、取らない大賞取りましたけどね、本当に大賞取ったら爆買いとトリプルスリー、でもそのギャグ言ってた芸人さんもう消えちゃいましたよね、ギャグじゃねえよ、毎年芸人さんのギャグ入るんだけど、それじゃないですけど、それこそ PPAP とか、ね、入ってましたね、それこそあと保育園落ちた日本紙でね、あとは都民ファースト日本紙ね、日本紙がついてる都知事どうしたって話になっちゃうから、あとは神ってる日本紙ねってやつもね、全部ついてない、あとはゲス不倫あいつ紙ねってやつ、やめろやめますよ、ね、持ってね、サンミュージックみんな思ってましたけど、ね、持ってない、何すんの、ね、あとなんかもっとね、みんなが知ってるやつ、ね、そう、流行ったやつがね、入ってましたね、君の名は斉藤さんだぞ、混ざっちゃう入っちゃってましてね、別本ね、君の名はって映画と斉藤さんとの取り上げるね、やつもありましたけど、あと発表されるといえばね、やっぱ紅白歌合戦 ね今年はね、歌の対決らしい、毎年ね、歌の対決2年前はキャットファイトだったらしい、やってたんですよ誰対誰が見たいの、水前寺京子対和田彦やらないだろう、お前キャットファイトあの今年も歌ですけど、残念だなと思ったのはスマップがね、ねえちょっと入ってないんですけど、ね、やっぱりね、最後にね、もう一度ね、5人揃って料理を作ってる姿ね、見たくなかったですよ、ね、本当にね、歌ね、オーダー、仲が良くなる料理、夏の番組ウィー無理っす、無視だよというのね、見たかったですよ、初出場なんかも結構たくさん、結構出ましたね、なんかサプライズ演出とね、一緒にね、やれば盛り上がるんじゃないかなと思うんですよね、確かに2年後のネタは結構いますよ、宇多田ヒカルが初出場らしいですよね、だからね、宇多田ヒカルが歌ってる途中からこうサプライズで横からミラクルヒカルが登場するみたいな、モノマネが、来てたんですかみたいなね、逆だよ、普通モノマネが歌ってて本人が出てくるから驚くんだよね、あとは近畿キッズの初出場らしいですよね、なんとか近畿キッズが歌ってる途中に横からこう人気キッズがね登場するんですよね、モノマネでしょ、来てたんですかみたいなね、そういうのやればいいでしょ、どっちかというとその演出に驚いてる、多分な、あと初出場じゃないけどね、あの坂本冬美がねこう歌ってる途中からね、サプライズね、坂本冬休み、ね、もういいよ、モノマネ来てたんですかみたいな、何そのリアクション全芸人っぽいみたいな、福山雅治がね歌ってる途中にね、こう横からねサプライズでね、マンションのコンシェルジュがねこう死に犯人だよ、こっちあったから福山さんの家に入っちゃったの、事件言っといてくださいよ、言っといてくださいって言われたって何とも思わねえの、もう、あとはね、話題になった人がね出てないなと思いますよね、まあいろんな参考記事ありますからね、それこそね、ベッキーがね出てほしいなと思うんですよね、ベッキー出てさ、歌歌ってねえから何歌いんだよ、私なんか槙原のりゆきのもう恋なんてしないよね、重い重い重い、こんな気持ちで見りゃいいんだよそれは、あとはゲスの川谷とかもね歌えばいいじゃないですか、本当にね、NHK みんなの歌のね、あのお魚天国をね、お魚天国、お魚だからね、お魚天国、あいつお魚だからね、お魚伝わってこの程度あとね、加藤サリとかもね出てきたら盛り上がるんじゃないですかね、加納栄光のね、ごまたんときの人にね、ゆずの栄光の架け橋をね、歌って栄光違いよ、加納栄光と栄光かけちゃってね、あとは増添陽一とかね、出てきて歌えば盛り上がるんじゃないですかね、全都知事な、高齢者とか和田アキ子のね、歌をカバーしてね、あの金を使うのはあなた、お前だよ、歌えばね、盛り上がると思うんですよね、小池百合子が歌ったら盛り上がるんじゃないですか、今ね、石原慎太郎とね、ユニット組んでね、歌えばいいじゃないですかね、まるまる森戸森戸ね、森戸の歌を森戸森戸ってね、全くそんな感じでは喋れねえだろ、佐野健次郎が歌えばいいんじゃないかな、東京オリンピックのエンブレムパクリ、パクリパクリモロモロみたいなね、モロモロ出てきたんだよな、これもパクってますね、韓国市民がね歌ったらいいんじゃないですかね、ほんでパクパク無理無理っつってね、パクくんで大統領ね、歌えばいいと思いますよ、ほんとにね、あとはね清原歌えばいいじゃないですかね、清原が歌ったらマシンガンのように喋りますよ、ルビスのように出てきますよ、清原なんか歌えばいいんじゃないかな、なんかたけさん清原歌ったらいいと思います、清原歌えないで、西野カナカバーしてね、もう炙りたくてをね歌えばいい、会いたくてだよ、炙りたくて炙りたくて震えるみたいな、診断書だよ、歌えば
ね、たかちのぼりとかもね、歌ったらね、盛り上がると思うんですよ。ね、いいでしょうね、あの北島三郎のね、三郎さんだよ、ね、あの薬っていう歌をね、祭りだよ ね、あとは高木さんが出てきてね、歌ったら盛り上がると思うんですよ、ね、葉っぱ隊をね、カバーして葉っぱで捕まってんだよ、ね、葉っぱ隊でやったっつってね、違うね、いいわけねえと、最後エンディングでね、その辺みんな出てきて歌えばいいですよね、みんなウルフルズのあのハンザー、万歳だよ、お前のことでした。